こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はアートメイクの話題についてお話ししたいと思います。眉毛のアートメイクについてなんですけれども、私はちょうど今から3年前に眉毛のアートメイクをしました。3年経って今思うこと、今の眉の状態、毎日の眉メイクについてお話ししたいと思います。私が3年前に入れた眉メイクは、当時でもちょっと変わった方法っていうか、違うやり方を選択して、通常は2回最低でも入れて自然に馴染むように定着させるんですけれども、私は2回行くのがめんどくさいっていうのと、ちょっとでも安くできるんだったら1回がいいなっていうことで1回で入れました。当時の様子は別の動画で全てレポートしてるので、ちょっとご面倒だとは思うんですけれども、そちらをご覧ください。早速今の状態お見せしたいと思います。ちょっとすっぴんなんであれですけど、近づきますね。こんな状態ですね。当時私はまだ髪の毛金髪にしてなかったんですね。だから今金髪に、途中でしたわけなんですけれども、それを考えるとちょっと黒すぎるかなって思ってます。でまばらにやっぱり消えたり残ったりするんですね。ちょっとこの辺とかね、まばらだし、この辺眉頭も消えてる、上の部分は消えてて下は残ってたりします。で眉尻は結構、自然に薄くなってるって感じですね。で多少赤っぽくなってはいるんですが、いい感じにブラウンになるっていうよりかは、黒も残りつつ薄いところは赤くなってるっていう感じがします。で私が入れた当時はまだそんなにカラーが選べなくて、っていうか今はね、どうなってるのか正直わからないんですけど、あんまり自然な茶色というか薄い茶色にすると薄くなってく過程でオレンジに発色しちゃうっていう説明があったので、ちょっとオレンジがここにバーンってあるのは嫌だなと思って、髪の色に近い、グレーっていうか、かなり黒めの色を入れました。今はもう3年経ってるし、技術とか、あとそのカラーですね、顔料なのかちょっと分かんないですけど、それも進化していい感じの茶色が出てきてるのかもしれないんで、ちょっとカラーのセレクトについては最新の情報ではありません。私はとりあえず濃いめで、3D、4D とかあるんですけど、 4D っていうものを入れました。線で眉毛の毛並みを表現するプラス、パウダー状にグラデーションが入るものをしました。それがね、3年経ってこんな感じです。で今感じている感想なんですけど、もうちょっと形と色を検討したらよかったかなって思います。っていうのがね、眉毛の黄金比率で書いてはもらってるんですけれども、もうちょっと平行眉、平行になるように眉頭、ここのね、上がりを少なくして、ここを平行にしてもらうようにオーダーすればよかったかなって思います。それは皆さん個人個人で好きな眉毛の形、太さ、流行なんかがあると思うので、それに合わせたらいいと思うんですけど、私は太さは結構太めが好きなんでこれでいいんですが、ここがね、ちょっと平行にオーダーすればよかったかなって思います。あとは 4D、3D とかなんですけど、私はね、パウダー状にこれ入ってるんですが、今もう一回オーダーするとすれば、パウダーで乗ってるこのグラデーション、これはね、私はやらないです。なんかそこはね、アイブロウのパウダーのメイクでやった方が気分に応じてとか、好きなように濃淡変えれるので、今もう一回やり直すんだったらそれは入れないかなって思います。ただ今入れた状態で困ってるっていうほどではなくて、コンシーラーで塗りつぶしたりファンデーションつけたらね、地のパウダー状のところは見えなくなるので、それはそんなに苦労はしてないんですけど、今金髪にしたこともあって、もうちょっと眉の存在感が薄い方がいいかなっていうのが今の気分です。アートメイク自体をもう一回今やるかっていうと、手間はかかるというかね、コンシーラーで塗りつぶしたりとか、最初の頃結構手をかけてたので、それの手間はあっても、やっぱりガイドがあるとか、朝起きた時にそれなりにね、
すっぴんでも出れるような眉毛があるっていうのは結構楽なので、私はもう一回やりますね。まあ、次はね、もっと自分の理想通りに入れてもらうんですけど、うん、こんだけね金髪と合わない感じであってもガイドラインがあるっていうのはメイクがすごいねやりやすいんですよ。やりやすいっていうのは、まあ、これからメイクも撮影するんですけど、手間がかかる時間のやりやすさっていうより、なんて言うんだろう、失敗しないやりやすさですね。まあ、なぞっていけばいいだけなので、それはすごい楽です。あとはね、普通に温泉とかね、お風呂とか行っても、それなりに残ってるから、遠目で見て、全然ないとか、剃ってまろ状態っていうわけじゃないので、それはね、アートメイクがあって、すごい良かったなって今は感じています。これから入れようかなって思う人は、すぐに取れないものなので、自分の、まあ、好み、メイク、髪の毛の色、今後変化するかもしれないということを頭に置いて入れるのをおすすめします。まあ、私の感覚っていうか、今の現状のね、アートメイク、眉ってどんな感じになってるのかわからないけど、見てる感じでは薄くなって、ね、1年か2年で入れ直すっていう方が多いから、まあ、そんなに失敗っていうのはないのかもしれないけど、私は特に濃く入れて、3年経ってもしっかり残ってるので、その辺後悔ないように皆さんしてほしいなと思っています。ではここからですね、いつもの眉メイクやっていきます。はい、今ねちょっとベースメイクだけやりました。首の色と差すごいけど、実際に見たらねそんなにね差ないけど、えらい白いな。はい、ではやっていきます。いつもはもうパッパってこれからやっちゃうんですけど、この上からねパウダーのせちゃうんですけど、今日はどれぐらいコンシーラーで消えるのかなっていうのも見せたいと思うので、ちょっとねコンシーラーで消しますね。これはディオールのフォーエバースキンコレクトコンシーラーってやつです。まあ眉頭をまあちょっとなんていうのかな、離した方が若くは見えます。まあ人の顔によるけどね。で乗せてポン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 とスポンジで叩きます。こんな感じでだいぶ薄くなりましたね。私の今気に入ってないところは真ん中ここね、こっち濃く、ここね、ここが濃くある状態なので、ここの毛をシェーバーで剃ったりもしています。まあ全剃りっていうのはねちょっとしてないんですけど、まあ、全剃りすればアートメイクが入っててもほぼ存在感なくなると思います。でその次に、パウダーで変えていきます。使うのは、これはね、コフレドール。コフレドールのバームとパウダーが入ったものですね。中身こんな感じです。これのバームの方で、こういう風に、ベースとなるライン。ラインっていうか、もうね、ここがね、ほんと楽なんですよ。アートメイクが入ってるので、上からなぞるだけ。なぞって、形が気に入らないとこだけ修正する。私の場合は、ここを足してるんですよね。上を足して、ちょっと平行気味にしてるって感じです。ただ、いきなりね、ここからポンって筆を置くと、一番先に置いたところが濃くつくので、それをね、ちょっと注意してください。ちょっと離れた1センチぐらい後ろから置いて、で、眉頭に伸ばした方が、眉毛って感じのね存在感にならないと思います。これ今照明の関係で結構ね差があると思うんですけど、実際に見たら色の濃淡はね左右であんまりない状態ですね。はい、照明が悪いかな。でバームの状態でこんだけ描きました。今修正したのは全体の色ムラと眉頭が下がってるっていうのを、この上側に足して平行に近づけるっていう感じの作業をしました。で、次にこの前ブラシの太い方で、今こっち使いましたね。これはロージーローザの眉毛ブラシなんですけど、こっち側で、これのパウダーですね。こっち、ここを取って上に乗せていきます。これも、ここのちょっと濃いとこから私は足してます。眉頭にベーンって、最初にね筆を乗せないっていうのがポイントかな。こんな感じですね。ここまでできたら本当に気になる濃淡の部分を足していくんですけど、ちょっとその前に
毛並みちょっと整えときます。最初にねこれやった方がいい忘れてたけど、毛並みちょっと整えといて上向きにとかして、でこちらですね、ダイソーのアイボロペンシルのこっち、これで本当に薄くてムラやなっていうとこだけ足します。あとは眉尻ですね。眉尻はシャープな方がやっぱりまあ優しいっていうより美人さんシュッとした感じに見えると思います。私はまあホワントはしたいんですけど、眉尻はキュッとなってるのが好きです。うん、こんな感じ。あともう一手間としてくっきり本当に綺麗だなって見せたい時はこういう風なコンシーラーペン、コンシーラーペンっていうのかな、これね涙袋を描く用のものなんですけど、こういうハイライトのペンになってるんですが、これを眉毛の下のライン描きます。こうですね、ここ眉尻が太すぎたりしたなっていう時にこういう風に描いて指でぼかす、指でぼかすとシュッとね綺麗に見えます。あとなんか毛も抜いて青くなってる場合もこれでカバーしたらね結構いい感じです。上もちょっと引いてみようかな。ちょっとやりすぎたからちょっとやりすぎた、出っ張り立たしますね。なんか本当にふわっと感が消えたんで、やっぱり上はふわっとしといた方が私好きやな。この辺はね本当好みで調整してください。こんな感じですね。でここまで来たら一応ですね、眉毛私短くカットしてるんですけど、これアイブロウマスカラを使います。一番明るい色ですね、金髪なので。うん、こんな感じで眉毛の毛自体を明るくするっていう作業をしました。はい、こんな感じですね。でまあせっかくなんでちゃっとね全部のメイクやっちゃいます。次の動画はシーンでメイク用品一式買ってどんな顔ができるかっていう動画をやりたいと思います。まあ次の動画っていうか矯正歯科にも行ったんで、その矯正歯科の内容も挟むとは思うんですけど、そんな感じのね動画の予定です。あとは髪の毛、最近ねプチプラですごいヘアケアアイテムとミスト見つけたんですよね。それねすごいおすすめなんで紹介したい。まあ値段が高くていいものってね無限にあると思うんですけど、プチプラでいいやつはいいですよね、おすすめしたい。あ、最近ねめっちゃこの唇のお山にパウダーつけるのがねマイブームです。なんかね手術の後人中が、まあ、麻痺して動かないっていうのと長く見えるような気がして、これねちょっとやるとなんかマシになるっていう気がしてます。はい、メイク完成しました。最近の毎日メイクこんな感じです。まあ、眉毛はコンシーラーで消すとまあどうにでもなるパーツと思うんですけど、私は黒髪の時にめっちゃ濃いアウトメイクを入れて手間はかかるなって思う部分もあるんですけど、綺麗な眉毛の下地があることでメイクすっごいね楽になったと思ってるので、アウトメイクは私としてはおすすめです。消えちゃうっていうことはなかなかないと思うんですけど、もし消えたとしてもやり直そうかなと思ってます。皆さんのアートメイクの参考になれば嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の歯列矯正についての情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。